夜12時てっぺんを過ぎて、今日は2月12日です。 AKB48 の川栄里奈ちゃん18歳、そして市川美織ちゃん19歳のお誕生日、おめでとうございます。おめでとうございます。さて、そんなおめでたい今日は一体何の日なんでしょうか。立花さん、福島アナウンサー、私たちのヒントで答えてください。どうですか、ミルキー。これもうミルキーに聞くしかないな。じゃあ、うん、何色が好き？じゃあここは正直に。水色。おっと、あかん。でも水色持ってない。あ、なんやねん。なんやねん、水色持ってないんか。でも偶然アイナと意見が一緒。水色？うん、水色かわいいよな。かわいいよな。水色いいと思う。うん、水色がいい。なんかちょっと淡い色の方がかわいい感じがする。そうですね、水色、私水色がいいな。ね、水色いいと思う。あれの、じゃあミルキーさんからしてもう真っ赤とかはどうですか。はっ、うん、ってなる。興味ないな、真っ赤は。真っ赤は興味ないんや。うん、分からんで、ね、もしかしたら男の人からしたら真っ赤の方がいいかもしれないね。いや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 、絶対いや。自分が男だったらっていう話ね。あ、なるほどね。で、じゃあ、うん、あれはアルファベットで言うと、なんでそんな言わなあかんねん。私はちなみに Z です。よろしく。やばいやん、もう Z なんで。はい、まあ、よくでもミルキーがこれ系の話を最近ちょろちょろ、うん、ユッピーは J ぐらい、まあ、ユッピーが出るって言ったらあれですよね。うんうん、まあ適当に言いましたけどね、今の J っていうの。あ、でもね、うん、ちょっとこの話で思い出したんやけど、うん、NMB48 の隠れ巨乳を見つけたっていう話は前したと思うんですけど、おうおう、じゃあちょっとそれ言っちゃう、もうここでとね、1位が今まで、まあ私の中の1位は篠原かんなちゃん、うん、今中2かな、中2か中3、中3や、中3、中3やんな、うん、カンチル中3、うん、2位、近藤凛ちゃん、うん、でユッピーはもう、まあ元からあれは爆弾やから、うん、3位だったんですけど、もう3大って言ってましたもんね、ミルキーは。そうね、 MNB の私の中で1人が繰り上がってしまったから、ユッピー落ちた。まさかのユッピーを超える。そう、ユッピー超えの、ユッピー超え、リーちゃん超えで、うん、同率1位がいるんですよ、ね。おっ、あと、じゃあその方の名前を発表したいと思います。じゃか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 、じゃーん、加藤優香ちゃんです。わ、はい、実は隠れ巨乳なんで、うん、これからが楽しみですね。はい、ははは、まあ、それにちなんだものの、はい、今日はある日ということで、はい、ではね、立花さん、福島さん、私たちのヒントで分かりましたか。それでは NMB48 のてっぺんラジオはここまでです。お相手は NMB48 のアイニャンこと福本アイナと、ミルキーこと渡辺美由紀でした。また明日火曜日の夜12時頃にお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。お、これは分かった。お、立花有香さん、お分かり？ゆっぱいで分かった。何の日でしょう。分かった、ブラジャーの日だ。ブラジャーの日。アルファベットとか言ってたし。確かに。あ、何カップということですかね。ね。これどうでしょうね。これいけるでしょう。となるとさっきの会話なかなか際どい会話になってきますけどね。水色が好きって言ってましたよね。え、うん、さあ一体答えは何なんでしょうか。ミルキーアイニャン、よろしく。立花さん、福島さん、私たちのヒントで分かりましたか。正解はブラジャーの日でした。イエーイ。ブラジャーの日なんてあんねんな。ブラジャーは私はつけるところにつけない、いつも頭にかぶってる。やめてミルキー。まあ、それ言い出すと大変なことになるから。いつも頭につけるから。もうミルキー、今の一言で一気にミルキーも変態説が広まったよ。え、違うで、これおしゃれやから。あ、おしゃれ、最先端のおしゃれ分かってない人の方がおしゃれじゃない。マジで。じゃあもう一回そう思うんなら握手会でそれしてみろ。してみようかな。ももちゃんにやってもらおう。してみよう。まあ、ブラジャーの日ということで、ね、はい、ちょうど100年前、1913年の今日、アメリカ人の女性マリーさんがブラジャーの原型となるものの特許を取得したことを記念し、ワコールが制定しました。ワコール有名ですよね、うん。まあ、最初はハンカチをリボンで結んだだけの簡単なものだったそうですけど、すごいね、ハンカチをリボンで結んだだけって。最近はすごいですね、寄せてね。寄せてね。まあ男の人騙されないようにね。まあ、そうやね、見た目だけじゃ判断できないですからね。最近の機能は、最近の機能はすごいからね、はい。ということで、では
やっぱり A カップな立花りかにゃんと明らかに E カップはある福島アナウンサー。いや5個目や。12時半まで頑張ってください。私はちなみに Z カップです。誰が A カップやねん。誰が E カップやねん。